本日はこの分析会にご参加いただきましてありがとうございます。 でえっと、私、本日あの話をさせていただきます、まあ、船橋市議、千葉県の船橋の市議会議員で無党派でやってますで、日本政治法律学会の会員で予備校講師の朝倉と申します。でなぜ船橋の人間が港区の区長選を分析するのかということも含めて、これから話していきたいと思うんですが、これ、あの冒頭の写真は、えー、5月30日に芝原のプラタナス公園で正規哀戦が演説したと,ところ私が。 伺って、えー、演説を聞かせて、まあ、あのチラシ配りも手伝わせていただいたとき、えー、の写真です。それでは、えー、まずは正家愛さんとの個人的なご縁がありまして、えっと、2018年の6月8日に、日本政治法律学会で、えっと、私が船橋市議、正、まあ、家愛さんが港区議としての取り組みを報告をしたんですね。 でその時に、えー、知り合いになりましてそれからフェイスブックでずっとつながっています、えー、ただそんなに、あのー、日常的にずっと連絡を取り合ってきたわけではないんですが、まあ、今回、えーまあ、立候補されるということで、えー、2回応援に伺いましたで、まあ、ほんの少しの最初のこのご縁が、まあ、6年間、あのー、この形につながって、えー、未来につながったかなと感じております で私は今回、選挙分析をさせていただくんですが、実はこの例だけじゃなくて、それからまあ予備高校士としては、入試に出る地方自治ということで、結構、倫理、政治、経済、これから公共と言われる分野になりますけど、の取材の回答解説で、まあ、船橋市などの実際の事例を紹介しながら、その地方自治の問題が入試に出るものですから、それを改正したものを作っています、これで検索できます。 それではいよいよよ本題に入りますあの今回6月2日の港区朝戦はこれ港区のホームページに載ってるんですけどこういう結果となりました2万9651票があの正規愛さんで現職長だった武井さんが 28123票、ま、1400票差ぐらいで、正規愛さん新人が当選したということです。で、まず、ま、大前提ですが、今日の分析は、ま、取材はいろいろさせていただきましたが、あくまでは朝倉個人による分析であり、ま、各候補や各選対の分析ではないことにご留意いただければと思います。 私は正規愛さんを応援しましたけど、別に正規愛さんの分析、正規愛さんの立場、全、えー、体の分析じゃないので、その点はご,ご了解ください。で、今回の選挙は、この正洁愛さんと武井さんと、まあ、あの元、えー、都議会議員だった菊池さんという人が出ておられました。それで、えっと、分析にあたって、6月の10日に船橋議会が終わった後に港区役所を訪問しまして、3階に、えー、区政資料室があります。 でここで、えー、過去の選挙の分析を、あのー、まとめたものがありますので、それをコピーさせていただいて、数値化したのがこのグラフです。で、えっと、まず、有権者数が、実はこの2004年、武井さんが最初に当選した2004年から、えっと、5期当選してるんですが、えー、今回の選挙まで、えー、14万から、えー、これ有権者数ですから子どもとか引いてるんですけど、 あの14万か子どもとか外国人とかをひあの加わってないんですけど、それでも14万から20万人増えている。多分全国の自治体でこれほど人口増しているところはあんまりない、船橋も人口増してるんですが、えっと、これほどのレベルの人口増あんまりないんじゃないかと思います。それで問題の投票率なんですが、投票率は実は30%というのは、えっと多分。 ぱっととと見でで低いといいうう印象を持った人がいると思うんですがる思んす実は港区にしては高いんです。港区はあの22%いるという時,時もありましたので、それに比べると、まあ、港区としては高い投票率、前回よりも少し上がっています。それで、あの武井さん現職区長の票なんですが、えっと、1回目当選の時、まあ、比較的自転と僅差だったんですが、それ以降は安定してまして、 2万9000、えー、レベルをずっと2期目、3期目取って、で4期目には3万3000ですねで。5期目には3万6000ということになりますので、あの結構な、えー、と得票数を、えーまあ、得ている方です。で私もちらっと一回あの、話はしたことないんですけど、ある会合でお見かけしたことあるんですが、 まあ、あの、人柄はいい方で、多分、失策もそんなにされてない方なんですね。えー、まあ、そういうことで、あの、まあ、これまで対立候補が、まあ、あの強固な人がいなかったということで、圧勝していきました。で、それが今回は、えっ、ー、と、3万6000から、前回3万6000から2万8000に、まあ、約8000票を減らしてるということと、それから、 まあ今までの自点候補にないような票数を正規愛さんが獲得しているということで、まあ、このグラフを見ただけでも正規愛さんというのはすごいなというふうに思います。で、えっと、あのまあ、彼女自身は3期連続ですか、4期連続ですが区議会議員としてはトップ当選をしてきましたので、まあ、その個人的な人気もあったとはいえこれだけの。あの 支持が集まったということはやはり、まあ、これまで区議選で正規愛さんに入れてなかった人も含めてやはり新しい正規愛さんに期待したんじゃないかというふうに思いますさてそれであのこれからはあの急遽分析したので、まあ、完全に正確じゃないとこもあるかもしれませんし私港区に住んでませんのであの、まあ、私港区に住んでないとは言ってもいご縁があって何回か伺ってはいるんですね。 だからあのまあ、ちょっと不正確な部分もあるかもしれないけどですがざっくりとした街の雰囲気をお伝えしますと、まあ、行政区として市所というんですが総合支所管区別に5つの管区に分けています青山地区ですね青山赤坂の赤坂地区と言われる部分そして六本木などの、まあ、麻布地区ですね そして、この芝地区というのが港区役所がある芝大門あたりですね、芝大門三田あたりです。そして、白金やあの高輪という高輪地区があります。そして、ここに江南地区と芝浦地区があります。でこの5地区に分かれて行政、まあ、あの区があるとで。やはりこの5地区ごとに、まあ、雰囲気が違います。まああの 港区というのはあとでまた出てきますけど、やはり、まあえー、多くの日本,日本人、まあ、船橋も含めて、やはり憧れの場所的なところもありまして、まあ、港区全体に憧れているところあるんですけど港区の中にもあのいろんな地域差があるんです。で、非常に大雑把に言うと、あのここの北の、まあ、比較的北のところには、もともと伝統的に昔から住んでいる方が多いと。 まあ、港区全体が新,新しい方が増えてるんですが、その中でも元々の方は、ここに比較的多いと。で、一方、こちらですね、特に芝浦港南地区は、新しいマンションとか住宅ができてまして、ここに新しい人が住んでる。で、そのことは顕著に、特に芝浦港南地区が、 えー、特に急増しているということがこれだけだって、えー、と2万人だった人口が今5万人ですからこ,これほど急増している地区が、まあ、全体的に全ての地区が増えておるとはいえ芝浦、えー、湖南地区の増加はああの非常に著しいものがありますさて芝江南というのは何かというと 品川駅というのは、あの私も港区によく出入りするようになって初めて、まあ、改めて気づいたんですけど、品川,区ってのはあ品川駅というのは品川区ではないんですね、あの南口側は、港区なんです。 江、えー、南地区といいましてあので、ですからこれ、この前、港区役所に出ったんですけど、でその品川駅周辺町づくりというのは、品川駅の南口側の港区の町づくりの担当課が市役所、役所の中にあるぐらいで、えーまあ、こういうことです。それでもう一回、まあ、この地図を見ていただいた上で、今回の各地区の投票率の動向を、 え見てみたいいと思いますこれはあの港区のホームページに公開されておりますので、速、えー、こから取ったものです。こういうことになります。えっと、投票所が、あの41投票所がありまして、 えとその投票所別の,あの、まあ、投票率です。で先ほど、全体投票率が30%ぐらいだったんですのでち、ちょっと正確に平均投票率できるよりも30、30%か30%以下できる方が見やすいので、30%以上と、まあ、30%より低いということで、大体投票率が高いところと低いところが、 あのまあ、分類できるということで、投票率が高いところを見ると、芝浦港南地区なんですね、あの圧倒的に。芝、まあ、浦港南地区はこことこにあるので、ここだけ唯一20%、あ30%切ってるんですが、ここは全て30%以上です。で、一番高いのがシティハイツ港南とか、えー、品川インターシティシートとか、あとこの 芝浦港南区民センターあたりも高いですね、高い投票率35、35%以上の投票率がありまして、非常に投票率が高い。一方、北側にあった、もともと伝統的な、昔から住んでる方が住んでおられる麻布赤坂地区は、まあ赤坂は比較的多いところもあるんですが、特に麻布地区は、投票率がやっぱり20%台なんですね。 とということですで、芝地区という区役所付近のところも投票率、決して高くないということです。であと、非常にあの表を見てて感じたのは、さすがにあの、まあ、選挙後まだ14日ぐらいですので、その詳細な分析がで,できているわけじゃないんですが、感じたのは、女性の投票率が高いところが、だいたいこの投票率が高いところと重なってるんですね。この 河川で書いたのは男性よりも女性の投票率が高いところです。で実は男性女性全体で見ると男性の方が0.1%投票率が高いんですね、全体でいうと。しかし地区によって女性の投票率が高いところイコールにあ割イコールあの投票率が高いところ30%を超えているというところです。 女性の区民が入れて、えー、い,い,いたんではないかと、まあ、これあの、投票所別の各候補の,あの票は分析しません、これ,これをやってしまうと、いろいろ、なんていうかなあの、不正、不正というかあの、いろいろ問題があるので、不正までいかなくて、いろいろ問題があるので、えー、投票所の,その各候補の票数は出ないんですけど、投票率全は出ますので、その、まあそ、 累、まあ、推するにやはり清家さんの女性、えー、の口調ということに期待した女性の人たちが、えー、と投票したのが特に芝浦興南子育て世代が多いところ新,あの新しい人が多いところで、えー、多かったんではないかというのがもう今回、えー、感じた一番の分析して感じた一番の仮説ですあくまでも仮説ですであのちょっとこれあの私があの応援に行った時にまあ パンフレット港区の港南でありますけど、まあ、こんな感じでマンションに多くの人が住んでいる、これ、プランタース公園ですね。で、まあ、一緒に写った写真の背後に写っているのが、芝、えー、浦のアイランドという巨大マンションでありまして、先ほどの表にあり、ま、もありましたが、アイランドのトイレ率も高いんですね、子、えー、育て世代が多いところです。 それで、最終日、6月1日の夜には、アザブ10番に演説に行きまして、さすがだと思ったんですが、これだけの人が応援に集まってるんですね。これは14年間ぐらいですか、区議の実績と信頼で、今回の期待で集まっているということを感じます。で、彼女自身が、まだ区長は28日からそうですけど、14日時点、本日時点のホームページで、 皆、最終日の8時に、えー、最終演説に集まった人とともに撮ったのを今、フェイスブックのトップページにしております。ここに私もちょっと映ってますという形です。で、えっと、ちょっとこの話題は微妙なので、えっと、いろいろ取材して、裏話的な話も聞いたんですが、ちょっと、えー、YouTube に公開するものとしてはあんまり。 詳しく触れない方がいいと思うので、簡単にだけ言いますと、港政策会議というのが1年ぐらい前まで開発してあったんですね。区議会というのは、会派というのを作るんです。会派とのグループで、これ、政党とイコールじゃないんです。まあ、日本共産党とかは、まあ、あの政党名と会派名が一,一,一致で、メンバーも一致してるんですが、例えば国民民主党とか、立憲民主党とか、 まあ、いろんな政党がありますけど、えー、先党単独ではあの会派作れなかったり、でも会派は比較的多い方が力があるので、まあ、連合したりするんですね。で、非常に、えー、と簡単に言うと、非自民の連合、えー、と、まあ、無党派の人も入ってる会派がこの港政策会議で、自民党になる場合は自民党より多い、まあ、会派だったんですね。で、ここの中に正義さんもいらっしゃいました。 で彼女自身は無党派ですでこの、えー、と中に国民民主党の方もおられますし、立憲民主党の方もおられるんですが、今回の区議選前に会派が分裂してます。で、立憲系の人と国民系の人は分かれています。それで、えーとまあ、これは報道であのご存知だと思うんですが、武井区長は、まあ、自民、公明が推薦して、えーと 正式な推薦が出たかどうかわかんないんですけど、まあ、国民系の人も比較的応援した。えっ、ー、と、で、で、えっと、言葉を気をつけなきゃいけないんですけどえ、正規愛さんは、あの、完全無所属という政党推薦を受けないってことでやったんですね。やったんですが、まあ、当然、区議の側で政党に入っている人なんかも、あの、 どちらかの現職長を押すのか、正義愛さんを押すのかでいろいろ判断したところがありまして、えー、っと、立憲系の人は比較的、まあ、すべてがどうか、ちょっとそこまではっきり断言できないんですけど、えー、っと、まあ、党としては応援しないけど、個人としては正義さんを応援した。で、共産党も応援した。で、維新系も比較的応援したみたいです。えー、これは伝聞です。えー、っと、それで、えー、っと、 まあ、いろいろありましてあの、会派がやはり分かれるぐらいになるほど、現職と、まあ、新しい新人の区長の選挙というのは、やはり今,今後の港区の区議会や、えー、区長がどうなるかという選択とも関わってくるので、まあ、それほど大きなあの動きがあったということです。あまり区民の方もあまり知らない、あのそこ注文をしてないと気づかないところですけど、そういうことです。 さて、港区地震の変容について、今回私も調べて驚いたんですが、一旦人口、人まあ、これ戦争かああ、戦争で減るんですが、一旦戦後増えていくんですねで。戦後増えるんですけど、それからだんだん減っていくんです。でこれは古い方が、元々住んでた方がだんだんと、 まあまあ、事務所中心になったということで、戸建ての家が減ってきたんでしょうかね、ちょっとご本人、原因は詳しくは私知りませんけど減ったんです。ところが、1996年から V 字回復していくんですね。で、ここが多分芝浦江南も含むあのマンション群の,、まああの建設というのが始まって、ここから急増した。で、この時に清家さんは子育て世代の。あの えと保育所づくりということで運動を始めて、まあ、この、えー、と増加傾向にあった。で、ただ、竹原職長のよう、<laughs> まあ、その少し弁,弁護、弁護というかその、悪い人じゃなかったし、実際、 現在までの人口増の中で、子育て政策を、まあ、区議の提言を聞きながらやったのは武井区長のところもありますので、まあ区長、現職区長自身もこの流れを受け止めようとしてたんだけど、やはり今回、よりこの流れ、人口増の流れに沿った雰囲気だった清家さんを多くの区民の方が選んでないのではないかと思います。でこれ子子育てて世代が増えてる様子ですね あのまあ、老年人口が上回っているとはい言え子育て世代も増えているで、人口全体も増えているということですあ、生産年齢人口も。で、これが港区と東京都を比較したときの港区の出生率は、まあ、東京都の中では高い水準を維持すると、そしてもう一つ重要なのは、転入が増加してるんですねあの、ま、周りから住んでくる人が増加してる。で転入 が増加している。で、転入と転出者。まあ、これらのデータは全て、あの、港区自身が発表しているデータから分かりやすい図私が取ってきたので、まあ、一番分かりやすいのは港区人口ビジョンというのをぜひご覧いただくと、ここら辺の図全部出てくるんですが、あの、まあ、他の東京都の区から住んでくる人とか、神奈川県から住んでくると、まあ千葉、私のいる千葉県から住んでくる人とかいます。まあ、転出者もいるんですが、まあ、これだけの転入者がいる。で、 まあ、港区はやはりあの私にとっては、まあ、一つの憧れの場所でもありまして「えーまあ、飛んで埼玉」という面白いあのドラマがあったんですけどあそこではいろんなあの地区によって階級がありまして白鳳堂学園の A クラス一番トップクラスはあと都知事、えー、浅見玲という、まあ、埼玉解放先生の実は隠れ闘志、えー、だったという人がいるんですけど、えー 壇の裏もヒロインも全て港区民という設定になってますので、やはり皆さん、まあ、港区に憧れて転入してくる、でその船橋なんかと転入者多いんですが、転入者は残念ながら船橋を、そのすごい、まあ、なんやむをえず <laughs> まあ船橋に住んでるというような方もおられるので、船橋に住む ことをまあ、喜んででいいるる方もおられるんです船市の、えー、いたとこですからただ必ずしも喜んでいるとは感じられないところがあるんですけど港区は多分転入したことに対して喜びを感じてるんじゃないかなと思いますだから多分転入者は投票に行くんじゃないかとだから、えっと、よく他の町で言われてるうに転入者はもともと住んでいない人だったからその土地に対する関心が低くて、えー、その地方選挙には行かないというのが 一般的なあの地方あのあの都市のシナリオだったんですけど、港区については転入者はむしろ投票に行ってるんじゃないかなと思います。それが今回の結果にも反映してるんじゃないかなというのが、私の仮説です、はい。で、外国人の方も結構多くいらっしゃいます。で、まあ、最後に、報告の最後におまけですが、私の公式さ船橋市議会議員としての公式さまあ予備高校誌もやってることもあるんですが、今、検索のトップ ナンバー2に、えー、とこの結果がいまだに、えーまあ、検索され続けている、まあ、1位がセンターあの共通テストの話なんですけども、ということで、船橋市の情報ブログよりも今、上に検索が来ているので、た、まあん港区の方も含めて、この結果には関心が強い方もおられるんじゃないかと思います。はい、それでちょと、まあ、おまけですが、まあ、こういう現象、私自身の宣伝ですけど、こういう講座もやってたりします。 最後の最後におまけで、えー、っと港区麻布十番が清家、えー、愛さんの,あの事務所のある本拠地であり、そこで最終演説がされたんですが、えー、っとで私は実は船橋市議をやってますけど、愛知県豊橋市出身なんですね。でえー、高校の時に、1979年の9月に寺山修司という演劇作家が来まして、私の高校で講演しまして、人のコピーでない生き方をと。 いうことを演説してで私はその影響で今こういう生き方をしていると。で実はその寺山修司がこの公園を愛知県の豊山にしてきたときに彼の演劇実験所はアザ天井桟敷麻布十番にあったんですね。麻布十番この字が間違ってますから麻布十番にありました。それでそういう、まあ、私の人生のきっかけを作ったああ人が演劇実験所をしていた麻布十番に 2024年にあの新しい初めての女性区長をする最終演説に行くことになるというのはいろいろ運命を感じましたしちょうど、えー、と読んでいた東野稽古の真夏の方程式ちょうどこの頃読んでたんですがここにも豊橋市と麻布十番の店が出てきますのでいろいろご縁を感じましたはい以上が報告ですのであとはあの報告の、えー、とここで録画は、えーと 終わりにしまして、えー、これからあの録画切りますので自由にご意見をいただければと思いますそれではご静聴ありがとうございました